それでは本日は浜辺美波写真集&カレンダー発売記念イベントご来場いただきまして誠にありがとうございます。まずは浜辺さんから皆様にご挨拶をお願いします。改めまして、こんにちは浜辺美波です。今回の写真集カレンダーブック発売記念イベントにお越しいただき本当にありがとうございます。今回は初めての外国で台湾に行って写真集カレンダーブックを撮ってまいりました。写真集をカレンダーブックを発売できることを心から嬉しく思います。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてこの写真集は浜辺さんのお誕生日である8月29日に、発売されたんですけども、このお誕生日に写真集を発売したところすでに発表済みではございますが発売前重版が決まっている。そしてなんと発売3日目でさらなる重版3刷りが決定いたしました。いやすごいことですよね。でこの、カレンダーブックの重版も決まっていまして、このダブル発売前重版というのは史上初とのことなんですが浜辺さんいかがですか。いやもうやっぱり本当に心から嬉しいですしそれだけ手に取ってくださった方がいたっていうのがすごく嬉しいです。はい。そして先ほどもおっしゃっていただきましたが今回は初めての海外で台湾に行かれたとのことだったんですが台湾で印象深かった楽しかったことなどありますか。そうですねやっぱりずっと台湾だったら行ってみたいなと思っていた足つぼマッサージに行ってすごく痛かったのがやっぱりすごく覚えていて、はい、なんですかね帰り道は足つぼですごいなんか緩んでなんか転びそうになりながらスタッフさんとなんかアニバタで帰ったのを覚えています。そうなんですね。いやでも足つぼってこう痛いところはね体の悪いところとか疲れてるところなんて言いますけど、はい、なんかどこが悪いよとかって言われましたか。いや言葉がちょっと分からなくて でもなんか台湾のその足つぼの方は押すだけじゃなくてこう指でグリグリグリってやるのがなんかちょっと独特でやっぱりより痛いなと思いました。なるほど。でも疲れも取りガニ股になるぐらい癒され、はい、なるほど素晴らしい台湾旅行だったんですね、はい、なるほど。そしてですね、今回この写真集の中ではいろいろなカットがありますよね。いろいろな浜辺さんの表情が垣間見えるんですけども浜辺さんの方からおすすめのカットとかページがあればご紹介いただけますか。はい、そうですね、私はこの写真がお気に入りです。はい、デニムのスカートに白い、シャツを着て手を挙げていますね、はい、それはどうして。ああごめんなさい、はい、帯が大丈夫です。ありがとうございます。どんなところがお気に入りですか。なんか私の写真は意外と真顔だったりスッとした表情が普段は多いんですけど、はい、この写真はもうとにかく楽しそうに笑っていて決めポーズをちょっとしている写真で、はい、これはカメラマンさんがここまで行ってなんか決めポーズをしてって言って操作に出たのがこのなんかよくわかんないポーズだったんですけ どなんかそれがすごく楽しそうだなと自分で見ていても思いますし、はい、とてもお気に入りの一枚です。なるほど。なんかその背景のなんかちょっと台湾っぽい絵柄のカラフルな、ね、背景とそしてこの南さんの弾ける笑顔が相まってすごく元気がもらえるページですよね。はい、なんかすごい好きです、うん、なるほど、ありがとうございます。それではですねここからは記者の皆様からの質疑応答とさせていただきます。会社名とお名前の後に質問をお願いいたします。挙手でお願いいたします。では質問のある方どうぞ。浜辺さんの表情で儚げな表情がとても魅力的だと思うんですけれどもその表情を作る際に何を考えて撮影に臨んだのかというのを教えていただきたいです。はい、ありがとうございます。そうですね、今回の写真集で
儚げのような表情をしているのは湿地とかでいった写真がある多いんですけど、なんですかね、やっぱりそのここに立っているということだったりとか、この周りの雰囲気とか環境とかをすごく大事にしたいなと思い、そうですね、やっぱり心を込めて、なんだか表情のような、なんかポーズだけじゃなくて表情と言えるような顔をしたいなと思っておりました。ありがとうございます。ありがとうございます。